どうもどうもだからどうもに何でもつけちゃう何でも食べちゃうどうも文人です。そして割り柱である文人です。そして白ひげでもある文人ですぞ。はぁはい、というわけでね、今回作る料理はね、なんとあのお茶漬け漬けご飯です。そう、お茶漬けご飯じゃなくてお茶漬け漬けご飯です。はい、何が違うんだって、そう、画面の向こうのお前ら思ってるんでしょう。俺は思わない。なぜなら違いを知っている男だからね。はい、じゃあ違い教えちゃうかな。もうどうしても分かんないんなら。そう、お茶漬けっていうのは、お茶漬けご飯っていうのはご飯にこう汁が乗ってるじゃないですか。でも俺のお茶漬け漬けご飯は違うんだよね。お茶漬けがあってご飯があってご飯をつけて食べるっていうものなんだよね。あのよくあるじゃん、ラーメンでもこうつけ麺ってあるでしょ。こうなんか汁と麺が別になっててつけて食う。そうで、だけど汁が入ってるとただのラーメンだよね。そうだからね、それと同じようにお茶漬けとご飯を別にしてつけて食うというお茶漬け漬けご飯を今から作っちゃいます。はい、まずは材料ですね。材料は、これです。まずはおなじみのね、ご飯 5個入り、350円で5個、1個70円。はい、そしてね、そう、お茶漬け漬けご飯に大事なのはやっぱりお茶漬けだよね。で、このお茶漬けはね、1つね、219円、8個入ってるからその8分の1の値段で1個、安い。計算は勝手にしてください。はい、そしてお湯ですね。もちろんお湯、熱々のお湯です。あのお湯をとにかく用意してください。どんな手段でもいいんで、まあ、あの火の呼吸とか使ってもいいんで、とりあえずあの熱々のお湯が必要です。はい、そしてね、あのご飯、そう、ご飯にあのこれをお茶漬けをかけるってお湯を入れるんだったらこれだけでいいんだけどね。まあ、溢れちゃうか。だけどね、今度は漬けご飯なんでね、お茶漬けのあの汁を作る容器です。これはね、そう、この箸と同じようにね、一回洗ってあるんで、何回も使ってる、洗ってあるんで大丈夫です。でね、なんかね、あの前回の動画を見ると、ここでこういうの気にしてる人いるかもしれないけど、ここでね、カビじゃないから、カビじゃなくってね、あのご飯にね、このわさびふりかけをね、かけて食う時があるんですよ。ね、もう急いでる時に時短でね、チンしてこれかけて食うみたいな。その時にね、残ったこびりついたね、多分この海苔とかそういうやつがね、ここについてるだけなんでね、ちょっとすすいでも取れないんだけど、カビじゃなくてね、ちゃんと食べ物なんで安心です。はい、安心。そう、俺の潔癖症であるこの俺がこんなカビ生えてるやつなんか使うわけないでしょってわけでね、この安心安全なね、この再利用したね、ご飯のね、この容器を使います。じゃあ早速作っていきましょう。なんか時短の意味も含めてね、まずはもうこのご飯先にチンしちゃいましょう、ね、待ってる時間もったいないからね。まずはこいつをね、そう、ここのとこ開けてね、ここ開けます。そしてね、いつものこの500ワットの電子レンジに入れて、だいたい2分ぐらいかな、多分2分ぐらいですね。はい、500ワットで2分だ。で、この後待つんだけど待ちません。すぐに、そう、今度はお茶漬け漬けご飯のね、お茶漬けの方を作ります。まずはね、この容器、この容器にね、お湯を注ぎますね。お湯を、はい、入れます。適量入れますね。こいつは熱に耐えられるはずだから大丈夫だと思います。そして次はね、このそうメイン、今回のメインのお茶漬け、このお茶漬けをね、1個ちぎり取ってね、入れてください。はいはい。で、下に全部こうやってね、デコピンの容量でね、この辺にあるね、粉とか具をね、全部落とし込んでね、そしてこれをふってやります。そしてね、この中に入れましょう。はい、あとはね、これはもういらないんでしてます。そして、清潔なね、再利用したんだけど洗ってあるこの箸をね、こうで、こう混ぜます。
そう、ああ、綺麗な緑になってましたね。はい、というわけでお茶漬けの漬け部分が完成したけど、まだこっち終わんないね。今度は俺の方が早かったね。おう、電子レンジは俺の方が早かったな。ああ、こっちでって早くしないと冷めちゃうからね、お茶漬けが。あ、もう我慢できない。あるな。そう、これ、そう、電子レンジでチンしたら熱いんでね、そーっと取り出してください。はい、そしてね、これじゃあちょっと熱っ、手で持ってて熱、ほんと熱いね。まあ1分も2分もいらなかったかな、2分、1分ちょいでいいっぽいね。もうほかほかのご飯、ほかほかのご飯ができました。じゃあね、早速ねこいつをね食っていきたいと思いますね。よいしょと、これスペースがやべえな、スペースがなんか不安定だけど、まあなんとか成り立ってると思います。はい、じゃあね、早速ね食っていきます。よいしょ。じゃあまずはね、ご飯を、適量ちぎり取りますね。ちぎり取りって、そしてね、なんだろう、ちょっと待った、こう つけます。お茶漬けにつけて、あれだね、つけた後取って食う感じね。うん、あー、お茶漬けの味がしますね。でもお茶漬けの味がするけど、ちょっとね変わった食い方だからね、お茶漬けに飽きた人はね、こういうのも面白いんじゃないかと思いますよ。はい、食っていきましょう。あ、取れない、ちょっと失敗したね。もうちょっと大きめに、ちょっとご飯が緩いかもしれないね。ちょっとご飯が緩いんで固めにして、これで OKOK、 うん、うまい、美味しいですね。さすがにちょっと味が薄いな、味が薄いからちょっと長めにつけた方がいいかな。海苔部分も欲しい、難しいよこれ。うっと、こんだけ、いただきます。というわけでこれ、そう、なんと見てて気づいた人もいると思うけどね、だんだんこうご飯食っていくじゃないですか、こうやってちょっとずつつけたんだけど、つけた後にご飯の何割かがね、この中にね落ち込んでいくんでね、最後ね、これを食い終わった後ね、なんと自動的にねお茶漬けが出来上がってるっていう優れものです。だからこう見てください、こうお茶漬け、漬けご飯を味わった後はね、こっち食い終わった頃にはお茶漬けが出来上がってるんでね、このお茶漬けも楽しめるという、こうやって楽しめる感じです。というわけでね、俺はあとね、まだね、ちょっとこれまだお茶漬けには早いんでね、これ一生懸命この後ね、これ食ってね、これお茶漬け、そう、お茶漬け漬けご飯を食った後、完成したお茶漬けをね、この後また食べるんでね、この動画はこれぐらいにしたいと思います。それでは、つけつけつけひげ白ひげ、あ、これ肌色か、そう